延岡で新しい大工に出会うことができました。大分から来た20名の仲間です。実は大分の事務局長、村津事務局長が今年ここに来ることができないことをものすごく残念そうでした。で、延岡の皆さんにくれぐれもよろしくということを申しておりました。この延岡をとても大事にしている大分の村津事務局長の気持ちがよく伝わってまいりました。で、明日は大分の第40回目の、演奏会になります。で、この演奏会を最後に88歳の村津事務局長は引退ということを宣言しております。で、1ヶ月前の練習の折に嬉しい報告がありました。それは41回目から始まる NPO 法人大分太鼓を歌う会というものを大分の有志の方々が組織してくれたそうです。大変ほっとして聞いたところであります。そして41回目の会場も確保できたということであります。明日は40回の節目としての記念であるし、村津事務局長の引退の演奏会でもあるということで、今年は新人が40名、それも全国各地から村津のさよならということでおいでいただくと、そうであります。200人を超す合唱団になるよそうです。ここ延岡で、私が新しい大工を感じたように、明日もまた新しい大工が私の心の中に響くように一生懸命歌いたいと思います。どうぞ延岡の皆さん、大分の大工を歌う会をよろしくお願いします。なお、村津事務局長は、事務局長は退任しますが、歌う方はまだまだ続けるので1週間前の最後の練習会でもテキパキと指示を出してくれました。本日は誠に本当にありがとうございました。